次に中川博正君。中川君。公明党の中川博正です。よろしくお願いいたします。暗号資産の規模は2021年8月時点で総額約224兆円という規模になっております。そのうち主なステーブルコインは約70種類で総額約 12.2 兆円とされております。2009年にブロックチェーン技術が生まれたことにより仮想通貨がそれまでの単なるポイント的なものから集権的な管理者に依存せずに価値の移転を実現しうる手段となり、インターネット空間における通貨としての側面が急速に発展進化をしてまいりました。その中で2019年、当時のフェイスブックがリブラ構想を発表し話題になりました。結果的には失敗に終わったわけでありますけれども、最初から指摘されていた懸念は大きく3つあったと言われております。1つはマネロンへの懸念、2つ目は利用者保護への懸念、3つ目は通貨主義の侵害でありました。2020年10月の G20 の声明でもステーブルコインへの懸念が表明をされております。またちょうど5月11日にもステーブルコインの一種であるテラ USD の暴落が暗号資産市場全体に影響を及ぼし、イエレン米財務長官やアメリカ連邦準備理事会もステーブルコインは流動性リスクにさらされているとしまして、ステーブルコインを規制することを示唆いたしましたが、金融庁としてこのリブラ構想やステーブルコインの動向をどう見ているのか、まずお伺いをしたいと思います。金融庁有泉総合政策局審議官。お答え申し上げます。先生ご指摘のようなリブラ構想のように国際的に広く利用される可能性のありますグローバルステーブルコインにつきましては、先生ご指摘の2020年の10月の G20 財務大臣中央銀行総裁会議の声明は、サービス提供開始前に国際基準や各国規制を含むすべての関連する規制監督上の要件を満たすことを求めております。あわせて金融安定理事会 FSB でございますが、こちらの方では満たすべき規制監督上の要件を示したグローバルステーブルコインに関する10のハイレベルな規制監視監督監視上の勧告を公表しているところでございます。足元でございますが、 FSB におきまして市場動向あるいは各国における規制対応の状況も踏まえつつ、この勧告の見直し作業を進めているところでございます。金融庁としましては、こうした今後ともですね、こうした国際的な取り組みに積極的に貢献していきたいと、このように考えているところでございます。以上。中川君。はい、ありがとうございました。やはり当時フェイスブックの利用者が世界で約27億人いまして、そこに独自の通貨が生まれるというのは法定通貨の関係において法律を含めて整理ができていなかったので、スタートができなかったのだと思います。一方このことによりアメリカをはじめ各国が中央銀行のデジタル通貨 CDBC の議論を活発したことは結果的に良かったと感じております。ただ現在はなし崩し的に暗号資産がインターネット空間から現実空間への結びつきを急速に強めていっております。その流れの中で各国がステーブルコインへの位置づけを急ぐ形になったと思います。今回の法改正で我が国としては初めてステーブルコインを電子決済手段の対象とするわけでありますけれども、これは極めて大事な一歩だと思います。そこで今回暗号資産のうちステーブルコインのいわゆる法定通貨担保型だけが資金決済法で位置づけて規制対象となりますけれども、暗号資産担保型や無担保型は除かれております。この2つを除いたのはどのような理由があってなのかについてお伺いをしたいと思います。古澤局長。お答え申し上げます。まず改正前の現行の資金決済法の枠組みでございますけれども、不特定の者の間で電子的に移転可能な決済手段として利用される財産的価値というものの中で、まず通貨建て以外、今回のステーブルコイン以外のようなもの、通貨建て資産以外のものを暗号資産と
ということで規定いたしまして、その売買を暗号資産交換業というふうにして規律しているというのがございます。一方で通貨建て資産に該当するというものにつきましては、先ほどの暗号資産から除かれているということでございますから、その売買などの行為は資金決済法の規制の対象外と、これが現在の改正前の状況でございます。こういった中で、金融審の報告のにおきまして、法定通貨建てステーブルコインについて、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約されるものといったものをデジタルマネー類似型というふうにいたしますのと、同時にそれ以外のもの、例えばステーブルコインとは言っておりますけれども、アルゴリズムなどによって価格の安定を図るような設計がなされているものといったものが暗号資産型ということで、ステーブルコインをデジタルマネー類似型と、それからその暗号資産型に分けまして、でデジタルマネー類似型のステーブルコインにつきましては、送金決済手段として社会で幅広く使用されることが考えられるということで、今回の法案におきまして、登録制の導入などを講ずることとしているわけでございます。一方、暗号資産を担保とするものですとか、あとは先生のご指摘の無担保のものにつきましては、法定通貨での償還が約束されているというわけではございませんということもございまして、デジタルマネー類似型のステーブルコインとは異なるということで、すでにございます現行法の暗号資産の規律を受けるということで、法改正の対象外としているという考え方でございます。中川君。次に、マネロン対策、利用者保護の観点から、今回、電子決済手段の定義を定めまして、電子決済手段等取引業の登録、範疇法での特定事業者と指定し、マネロン規制の対象とするのは理解ができるところであります。このマネロン対策でありますけれども、暗号資産は、世界中で取引をされているわけですので、我が国だけが、行っても、効果が現れないのではないかという、こういった懸念があります。今回の法改正で世界各国との連携の部分をどのように考えているのかお伺いをしたいと思います。有泉審議官。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、暗号資産を取り巻く環境変化というのは大変早いものがございます。また暗号資産取引のクロスボーダー的な性質に鑑みますと、暗号資産に関するマネロン対策について国際的な連携が重要だというふうに考えております。でこの点、金融活動作業部会、ファトフと呼んでおりますけれども、こちらでは暗号資産も含め、マネロン等対策の国際基準、これを策定しておりまして、その実施の重要性については、G20 財務大臣、中央銀行総裁会議でも言及されているところでございます。金融庁としては、ファトフなどの国際的な場におきまして、暗号資産にかかるマネロン等対策の向上に向けた議論に、先生のご指摘も踏まえまして、積極的に対応、貢献していきたいと、このように考えております。中川君。ありがとうございました。次に利用者保護と経済面との両立についてお伺いをしたいと思います。暗号資産を研究されている方に伺いますと、この世界の方たちにとって暗号資産は分散型が基本でありまして、外のものに紐づけば、分散型と言えないと言います。一方ビジネスが入っていくには、ある程度の規制やルールが必要と考える方もいらっしゃいます。今回の規制は当然であり、もっと強い規制が必要という意見も多いと思いますが、現実的には暗号資産取引所に対する規制が日本は厳しく、みんな海外の方に出て行っていると言います。私がある研究者から聞いた話でありますけれども、その知人の日本人が日本は規制が厳しいので、シンガポールとかドバイに移住をして、ステーブルコインの開発といった暗号資産にかかるシステムの開発を始めたそうであります。マネロン対策や利用者保護の観点と、難しいですけれども経済面も考慮していかなくてはいけないのかなと思っております。暗号資産自体もまたプラットフォームなどの環境も日々すさまじい勢いで進化をしております。これらの点を踏まえまして、今後柔軟かつスピードある対応が必要と考えますが、
ご見解をお伺いしたいと思います。木川田副大臣。議員がおっしゃるとおり、暗号資産やステーブルコインを取り巻く環境がグローバルにかつ急速に変化する中、金融庁といたしましては利用者保護やマネロン対策等の確保とイノベーションの促進による利便性の高いサービスの実現、この2点を両立させていくことが重要な政策課題となっていると認識をしております。こうした課題に的確に対応していくためには、日頃から規制監督に関する国際的な議論の動向や民間事業者によるビジネスの実態、それらなどを適切にフォローしながら必要に応じまして今回の法案のように機動的に制度整備を進めていくことが重要と考えているところでございます。実際に例えば金融安定理事会で行われている暗号資産やステーブルコインへの対応についての国際的な議論には金融庁も積極的に貢献しているところでございます。ステーブルコインについてはこうした国際的な議論も踏まえまして米国や欧州においても今回の法案と同様に規制の導入に向けた動きが本格化していると承知しているところでございます。一方で金融庁では民間ビジネスの動向を把握しつつフィンテックを活用したイノベーションへの挑戦を支援する体制を整備してきております。具体的には2015年12月に新たな事業を検討しているフィンテック企業等からの相談にワンストップで対応するフィンテックサポートサービスを設置いたしております。金融庁といたしましては引き続きこうした取り組みを通じまして環境変化に柔軟にまた迅速に対応しながら利用者保護とイノベーション促進の両立を図るよう努めてまいりたいと考えております。中川君。はい、両立について検討していただいており感謝を申し上げたいと思います。次にですね、パーミッションレス型の問題について触れてみたいと思います。パーミッションレス型の分散台帳で不特定のものに対して、流通可能な仕様で発行し、発行者や加盟店以外の不特定のものに対する送金、決済手段として利用できるものについては、電子的支払い手段に該当し得るとしております。電子的支払い手段を発行償還する行為は、現行法上、基本的には為替取引に該当しまして、銀行業免許、または資金移動業登録が求められるとあります。例えば、外国の会社が日本の顧客に対して、資金移動業の登録なく、ステーブルコインを販売した場合に、為替取引法違反となるのかどうかという点であります。預かり金にも、為替取引にも該当しないステーブルコインがあるとの指摘もありますが、この点についてご見解をお伺いしたいと思います。封鎖局長。お答え申し上げます。先ほども、ご紹介申し上げましたけれども、通貨建てのステーブルコインはデジタルマネー類似型というものとそれに該当しない暗号資産型というものに分かれるわけでございます。デジタルマネー類似型に該当するとステーブルコインに該当するという場合につきましては先生ご指摘のとおりその発行は銀行法上の為替取引に該当するということでございます。したがって仮にその海外での発行者が銀行免許または資金移動業の登録を取得することなく国内の顧客に対して発行のための勧誘を行うといった場合には銀行法上の 無免許営業ということになるわけでございます。それからそちらに該当しないの暗号資産型のステーブルコインでございますけれども、そちらに該当する場合には、その販売は資金決済法上の暗号資産交換業に該当するということでございます。従いまして、海外の発行者が暗号資産交換業の登録をなくして、国内の顧客に対して販売のための勧誘を行うといった場合には、資金決済法上の無登録営業ということになると考えてございます。中川君。時間が迫ってまいりましたので、最後、手短に一問お願いしたいと思います。世界には大小さまざまなプラットフォームがありますけれども、日々、新しいタイプのプラットフォームが生まれております。このプラットフォームの大小にかかわらず、一律に法的に整理しているのか、この点について、ご見解をお伺いをしたいと思います。古澤局長。お答え申し上げます。本法案におきまして、ステーブルコインを取り扱う
電子決済手段等取引業者の制度につきましては、先生はご指摘のとおり、規模別の規制というものにはなってございませんが、今後、実務関係者からよくヒアリングもいたしまして、政省令、ガイドライン、モニタリングなどにおきまして、規模に応じました運用を行っていくということを含めて、適切に対応してまいりたいと考えてございます。中川君。はい、時間が参りましたので、以上で終了いたします。ありがとうございました。次に